喋らせてくれた。ママはカチューシャとなんだっけパレオとメロンジュース3つ出ました。イエーイ、ね、みんな何出た？昨日はエブリデイカチューシャと、うん、あれメロンジュースとシャベピ、うん、そうシャーベットピンクとねマックス。ティナはエブリデイカチューシャとパレオ。うんね、シャーベットピンクとマックスときはね初めてねゆかさんのポジションに入らせてもらったの。これみんなに話したかった。でも昨日寝落ちしたのよ、めっちゃ盛大に、ね、一人ずつ話せてたのに、ね、ずっと日野しか喋れないんだけど。はお疲れありがとう。はだからね3曲連続だったからメロンジュースめちゃめちゃね。いや大変だったちょっと。お互いよ、こんばんは。相づちでええやん別にまあまあ仲良くしなって。いや仲いい。こんばんは、うん、これは私のやっとっちゃ。あなたのなの？そうだよ、マナなんだよ。ほらマナって書いてあるじゃん。え、ほんとだ。ね、いいな、エアポッツプロ欲しい。エアポッツプロ、うん、買いな。土星論だけどね。それはとっても土星論だけど、私は誰かに道路掘ってるよね。そうだから話したかった話していい？だから、うん、じゃあ10秒で収めて。うん、埼玉にの人はその滑りやすいの。だからどうやってさっきそれ聞いたから。じゃだからだからそっからの話よ。新潟のその人はね、新潟人っていうか新潟歩くときはその雪が少なそうな道じゃなくて雪が多そうな道歩くといいよね。うんうん、うん、わかる。あのそう雪が少ない溶けてる道は凍ってるから滑るのよ。雪がねたくさんある方がそうふさふさしてて、そうふさふさしてていいの。うん、うん、イエス、そうそうそう、こっちの方がぐさってボコボコって。そう何の話してんのみんな。だから話聞いてなさすぎだろ。わかる。だから歩くとき、うん、歩くとき雪道歩くときに、そうそうそう、うん、その氷溶けてるところは凍ってて滑りやすいじゃん、うん、だから雪が積もってる方がそういうことか、ね、滑りにくいでしょ。なんか逆にそっちで歩いてたわ。だからよ今まで。でかつ両かつ、うん、かつつま先かかとを同時にうちら使わないよね。マナ、これから使おう。フルターマナーかつなんちゃらかんちゃら違うでしょ。違う意味かつってどういう意味。え、なんかつえ、え、これ食べてもらえないえ、美味しそう。食べる？食べない。かつつま先とかかと同時につくようにすると滑りにくくない？いや、まだそうやってそう歩いてる。そう、ちゃんとこうペタペタペタって歩く方が、そう、かかとから歩くとかかとから滑るし、つま先はつま先から滑るし、体重を同時にかけた方がいい。そうそうそう、わかる。ちゃんとブスッブスッってやれば、うん、そうそうそう、刺してくように、うん、ね、だからめちゃくちゃ気をつけてね。こんばんは。明日もだからサム卒業公演はひのちゃん巻きでお願いしますって言われてるよ急いでるよ私これでも。サラの卒業公演はさ、うん、あのファンの方も来るからさ、うん、気をつけてほしい、ね、サラのファンの方たくさんいらっしゃってね、うん、欲しいね。そうだね、そうそうそう、こんばんはです。だからね、同時にこうやって歩いてくるんだよ。こうでもダメ、こうでもダメ、こうこうこうやって歩くの、わかる。歩くレクチャーしてるの。そう、ね、滑っちゃうもん。だってこうやってかかとから行くとこうかかとからクッて足取られちゃうからね。ギフトありがとう。うんうん、2日連続で転んだ人が何やったってる。いや、私は雪で転んだんじゃないです。あの夢に会いに来た時に転んだやつ。そう、うん、3日連続で転んでんの。でも、うん、全部雪が原因じゃない。普通に自分で昨日も今日じゃ今日もそう、ね、今日も朝から転んだの。雪じゃなくて、雪じゃなくてポンコツすぎるよそれは。だいぶポンコツだよ。パレ踊ってる人いる。ハモってひの。難しいこの曲。いや、めっちゃ夜配信してる。なんで？みんなはいいんじゃない？その目線で。うん、違うな。ハマりうまいよね。
で、ひののさ、ファンの方って絵文字が好きなの？わからん。みんな絵文字してるよ。歌ってるからだと思う。あ、そういうことね。優しいね、皆さん。僕は君に恋をしてしまった。ここめっちゃ早いよね。パレオカット多かったね。カット、うん、もったいないと。カットワーハだから。ワーハ、もうテレビサイズでしょあれ。テレビサイズにめっちゃカットしてるなと思って。ありがとう。同い年が来ました。ヒップサービス、イエーイ。ヒップサービスなんてそれは昨日にして。ミラーボールありがとう。マジ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 、ここ2人揃うとさ、茨城なんだよな。みんなおもろい。なんで雪だるまの。え、寒くない？あー、じゃあバイビーバイビーバイビー。顔も出してくれん。ここ、こんばんは。雪とプレゼントありがとうございます。ね、ありがとう。プレゼントもありがとう。やばい、ひな、待って、そっちに映ってたの？え、映ってたじゃん。めっちゃ映ってたけど。なんで？こっちはさ、顔だけだからこうやってもさ、確かにそっちの画面から見たの。すっごいバカっぽかったよ。やばい。よいしょ。面白かったよ、だって。ちょっと映ろう。映りな。なんだっけ、なんだっけ、マジでさ、メラジュースやった？やってない。やってなかった。メランジュース。絶対やばい。そんなジュース。でもヤヒ飲みたかったな。メランジュース。プレゼントありがとうございます。これ絶対やばい。またそっちから見ても絶対やばいよね。しかも結構下から。下からアングル。下からアングルです。ねえさ、クリスマス感マジでゼロじゃない？当たり前じゃん。本当にさ。でもなんかさ、唯一さ、コスプレできたじゃん、サンタの。まあね。コスプレじゃないか。クリスマス公演でね。サンタクロース着れたから。やったけどさ、なんかさ、昨日ね、10時前に寝ちゃったの。もう疲れすぎて。何時に寝た昨日？まだ、ちょっと。遅かったけど、お風呂入ろうとしたら帰りから電話かかってきて、そっからもう1時間以上電話してた。なんで？もうさ、ただでさん忙しいの分かってんじゃん、この時。え、そうなの。お風呂入ろうとしたらかかってきたから出たの。すぐ終わらせようと思ったんだけど盛り上がっちゃって。めっちゃ疲れそう。ヤヒは？本当ありがとうございます。寝れた？何時ぐらいかな？3時。でもみんな結構遅くまで、あ、でもそっか、練習とか。今日めっちゃ遅く起きたよ。マジ？もう早く起きちゃうんだよね。どんだけ遅く寝ても。あ、本当？いけないか。12時10分に。ね、遅っ。間に合わん。何して？一回ね、私5時、6時ぐらいに起きたの、朝のね。早っ。ねえねえ、どうしちゃったの？え、だから10時前に寝たから。ああ、早く寝たからってことね。で、それで、あ、やべえと思って起きて、うん、なんかやったけど寝た。寝ちゃった。ってことで、また寝落ちした。いいじゃん。もうそれで何時に二度寝の時起きた？二度寝の時起きたのは二度寝できないんだよね。11時半とか。二度寝できないの？うん、でもできる時とできない時がある。え、二度寝って私二度寝しかできん。なんなら今のなんか YouTube とか Netflix 見ちゃう。え、 YouTube 見ながら日の寝落ちするんだよ。マジ、まあ寝落ち絶対でしない。すごい、したことない寝落ち。寝ようと思ってから寝ない。それじゃないと寝れない。そんな人いるの？うん、私いいなぁでしょ。寝落ちを経験したことないの？ない。え、本当に？うん、寝落ちしかできないんだけど。逆に寝落ちってもいきなりこうなっちゃうの？ね、もう YouTube 見ながら。そうだからさ、寝ようって思って寝れない。でまだ寝ようって思って寝る。やばー、めっちゃ規則正しい人間じゃん。ね、まあ、いいなぁ。だから睡眠の質がいいんじゃない？そうかも。え、まだ一回寝たら起きないもん。え、いいなぁ。マジで羨ましい。だからね、もしね、泥棒とか来てもらずっと寝てると思う。目覚ましで起きる？目覚ましで起きる。ああ、あ、そういうことね。なるほどね。うん、すごい。でも結構最近ね、最近結構朝8時とかで起きることが多かったの、うんうん、だから最近何も目覚ましかけてなくても8時に起きたりするの。前言ってたね、なんか。そうだ、あの結構大事な時。これも分かる。なんか車に乗ってて集合、あ、何、その目的地に着くちょっと前に起きる必ず。それとは違う。ギリギリだけど、まあ、いや、そう、そういうこと。そう、車の中で寝てても、あ、車の中で、あ、分かる分かる。車で寝てて、なんでだろうね、ちょっとなんか前ぐらいに起きる勝手に。イエーイ。飲まれてた。ね、気づかなかった。そうで最近、だからもう結構朝早い、なんか9時集合ぐらいの時に、うん、8時に起きなきゃいけない時に8時に起きた。目覚ましかけ忘れて。6時集合の時は？は
頑張って目覚ましかける。でこの前はたまたま目覚ましかけてなくて寝落ちしちゃったの。それもね、うん、でも起きたんよ8時に。うーん結構だから良かったの本当に。良かった、うん、それはね。ギフトもありがとう。プレゼントだからクリスマスか。まだクリスマスの背景なんか。今日って25、ね、26だよね、うん、まだやってたんだね。いつまでだろう、ね、これまだある。みんな何それ。なんかまだあるんだよね。これなんであるんだろう。もうこれ消しちゃっていいよ。あ消しちゃっていいの。あのねそう配信配信設定みたいなところができるはず。やってみようね。そうクリスマスね。何もだから本当に何も。メリークリスマス。プレゼントありがとうございます。 YouTube もさ動画いっぱい溜まってんだよね見たいやつ。分かる。まあ、最近 YouTube とかあんまりさいつも以上に見れてない、うん、そう配信してます。配信してるよ。もうチャンスだ。は返答になってなかった今。返答って何。ええ返す。あ返す。もちろん分かっているさ。あそういうことね。もうねこの人疲れてるの。あの疲れてる、マイキー触ったよね。うっさーん。あのねこのマシモさんね。こんにちは。マイキー触ろう。マシモカホです。今日あれなのねゴチャだったから。そう、ね、ゴチャからずっとゴチャゴチャ東京戻ってきて、ね、で寝てるかな。ずっとレッスンスケジュールがずっとレッスンしててね、うん、今来てくれた。ハードスケジュール。そうでもねあのね寝てから来てるから3時間しか寝てないとかそういうのじゃないから、うん、全然大丈夫なんですけど、うん、あのねしたらねひのがね今日ね私の誕生日プレゼントだって言ってねこれをくれたんです。ちょっと触っちゃダメ。ひなも触る。ダメ。ダメ。触っちゃダメなの。これ触っちゃダメなの。あのね東京リベンジャーズの今日もらいたてなんだ。そう今日もらいたてなの。そうなんだ。なんでかっていうとこれ、うんうん、ぬいぐるみが全然売ってなくて。そうだからあの注文したんよ。へえ。そう通販で準備してる。マイキーそしたらこっちにも写って。え知ってるマイキー。もちろん本当に可愛い。もちろんチップサービスして。可愛い。そうでサービスガチヒップサービス、ねね、そうそうめっちゃ嬉しくてみんなそうずっとね持ってくれてるの。マイク代わりにしてやって、ね、プレゼント冥利につけるよ ね、 ね、 ね冥利につけるって何ですか。なんかさよなら。私は練習してきます。はいどうぞ頑張って配信。はい待ってるねみんな、うん、ちっか違すぎやろ。もうみんな結構頭おかしくなってるから。ヒップサービスした今。今イメタンのお尻触った。ヒップサービスやばそうだからね誕生日プレゼントさ11月なんだけどさ。ごめんねごめんねちょっとごめんね。ちょっとヒップサービス、ね、ヒップサービスしないで。ごめんねヒップサービスしないで。マジお前知ってる。あプレゼントありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。じゃあ帰りの配信中に止まってこうやって。いや気づいてた。水飲まないものの違うの壁に壁に背中つけてたの。だからもう前通りしかなかったの。分かってんのよ。気づいてたけど違うのねえ。おおまた優さないで見えちゃうから。違うのあのねあのいや配信してるのは気づいてたのだけど通らなきゃいけないからとりあえずまあ通るか普通に通ったの。そしたらなんかケツ映ってたっつってねえお尻って言ってええやんケツで。もう一回言うのもタイムその理由もう一回その理由え通らなきゃいけなかったからじゃあなんで後ろ通んない。えで後ろは違う後ろはあのね会議がこうやって配信してたの、うんうんうん、ここに物ここはこうやってこうやってここに置いてあって会議は背中つけてこうやって配信してた。しかも壁との距離めっちゃ近い。ほんまね、うん、そうだからもうここ通る前通るしかないからあすいませんねっつって通った。でもなんか後ろ姿でお尻そうだよめっちゃ近くちょうどケツだったそう別にいいよもう。何分やってる今。えもう15分経ったの。経った？え経ってた？なんかなってないね。まあもうちょっとかもしれない。まだなってるかもしれんけど。あるけどなってない。わかんない。なったかもしれんけど見逃してるだけかもしれん。壇上読もうかな一回。読んでいい？うん。13位リーヤマさん、12位ルリちゃんさん、11位ユーシュンさん、10位ガッティさん、9位シンさん、8位スズナさん、
7位ワンワンさん、8位田中早寿さん、5位ヒデさん、4位竹蔵さん、3位タウン48さん、2位よしあきさん、そして1位は朝だるいさんです。朝だるいよね、わかる。10分だった本当に。え、なんかね、じゃあそろそろ終わりたいと思います。みんな ありがとう、また明日の配信で会おう ね、 ね、バイバイ、またね。まだ配信してるよ。じゃあ値は、あ、もうね15分達成したって。値は通るか、まだ後ろを通りたいな。あ、はい。13位マシオさん、ありがとうございます。12位アズさん、ありがとうございます。11位アンドさん、キヤキヤ。10位ヤカイさん、マナちゃん、ありがとう。9位ミラクルさん、ありがとうございます。8位韓国ペンギンさん、ありがとうございます。7位ウッチーさん、ありがとうございます。6位 ARK さん、ありがとうございます。5位エフケンさん、ありがとうございます。4位ユウトさん、ありがとうございます。3位ナカさん、ありがとうございます。2位イズキツさん、ありがとうございます。第1位ケイマンさん、ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。ということで今日の配信はこれで終わりにしたいと思います。明日はサラの卒業公演、よろしくお願いします。頑張ろう、頑張ります。またおやすみなさい。バイバイ。日のまだ配信してるね。ね、もうね、本当はね、もっといっぱいお話ししたいことあるの。そのゆかさんのポジションの話とかさ、そういうのもね、いっぱいお話ししたいんだけどさ。あと今日はね、東堂ゆりか様のねお誕生日ですよ、皆さん忘れてない？本当は絵描きたかったんだけどね、マジで時間なさすぎて無理だった。あ、まだ配信してるよ。うん、全然大丈夫。うん、まだ配信してるよ。え、違う、まださ、うん、これさ、自分が何日配信してるってどうやって見れる？いや、見れないと思う。見れないんだ。こっからだと見れないかも。そうね、だからね、そう、誕生日なんです、ゆりか様が大好きな。そうで、まあ、明日は、明日こそ本当に朝配信しないといけないかもしれないけど、わかんないや。ごめんね、全然お話ショールームできなくてごめんなさい。ちょっと29日の RBBB 終わるまではね、ちょっとなかなか難しいかもしれないけど配信はしたいので。ということで男女読みます。はい、13位市田さん、12位太郎さん、11位ベロさん、10位ゆかおしじいさん、9位むっちゃーさん、8位りんさん、7位犬くんさん、6位山あり鴨郷さん、5位ひろしさん、4位日和げたさん、3位突破球さん、2位新一さん、1位東吾さん、ありがとうございます。ということで今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。明日はサラの卒業公演です、頑張ります。それでは皆さん、また明日、おやすみ村、バイバイ。